っていう感じですね。じゃあちょっとついでに肩甲骨もやっていきます。これ肩甲骨の上の肩甲棘という骨がここにこうあります。それの上の棘上筋、肩甲棘の上なので棘の上の筋肉と書いて棘上筋ですね。棘上筋の起始部分がここです。ここ結構張ってますね、ここのとこ。で終わったら今度は極下筋ですね。で終わったらこの、極上筋、極下筋、小円筋、大円筋とありますけど、肩甲骨のこの内側の一番下のこの下角のところからこう斜めに走ってる小円筋をこう捉えると、この小辺筋の流れに対してグランドラインを取ると、こうやって外からこう圧を入れてこう引っ掛ける感じがですね、こういう風に。そうするとこうやって存在を確かめられます。こうでこの途中にこう一番ツーンと効くとこがあるんですね。痛くないですか？あんまり、あ、これですね、ここ、この感じですね。これ転送っていうツボですね。痛いでしょ、これ。これ効かせた方です。ずーんと これさっきのそうめんちゃんとちょっと感覚似てるでしょ、はい、この感じ、この引っ掛けられてこうグッとこうされるこのね、この感覚ですね。で効かせる、こうグッと効かせる、ゆーっと